愛知工科大学は、愛知県甘郡市西波間町場上50-2に本部を置く日本の私立大学である。2000年に設置された。愛知工科大学1987年設置の愛知技術短期大学を前身として2000年に設置された。愛知工科大学自動車短期大学は、二級自動車整備士を取得し、併設する愛知工科大学に3年次編入することで、 一級自動車整備士学士を目指せる日本で唯一の編入型短期大学である。1987年、愛知県蒲郡市に電子工学科と自動車工業学科を備えた愛知技術短期大学が開学した。2000年、愛知工科大学が開学し、短期大学を愛知工科大学短期大学部に名称を変更した。2007年に、 短期大学部は愛知工科大学自動車短期大学となった。2008年には大学院を開設した。10月の土日を利用してアウトサインが開かれる。また、ものづくりプロジェクトとして様々な競技会に出展している。学生が学校周辺に路上駐車している。よく見るのは白色のスポーツカー。ありがとうございます。